はい、皆さんこんばんは。MWEB57 ミニです。今日はですね、よいしょ。調整がね、うまくね。これくらいかな。はい、ですね。なんでね、ちょっと、日本製品のパソコン、ダメかと言いますとですね、余計なものがいっぱいに入っててね、もうつけた瞬間にね、もう重いですよね。なので僕がおすすめするのはエーサーとかレノボーとかヒューレットパッカードとか、デルとかね、ああいうってか、あとなんだ、あとはまあそれくらいなのかな。まああとはまあね、いろんなメーカーありますよね。デルだったり、HP だったり、ね、レノボーだったり、エーサーだったりね。あと、アースス。エーススっていうのかな、今。アーススじゃない、エーススとかいろいろね、あるんですけど、僕はおすすめする。まあね、あとでちょっと、ホームページに見て、ご紹介するんですけども、なので、もともと、僕は NEC とか使ってました。もともとは、前は。それなんですけども、なんでエーサーとかレノボに、したのっていうお話を、僕は、お話を、したいと思います。ですね、今ちょっと調べてるんですけども、まあ僕が持ってるパソコンをね、ちょっとご紹介したいと思います。はい、これセブンなんでね、多分もう販売されてないのかな。よいしょ。はい、これです、これです、これね、持ってるんですけども、意外といいですよ、これ。ちょっとね、機種違うかもしれないです。画面は買ってないです。もう前のやつで賄ってるんで、買ってないですね。これとか、あと、レノボね。これ、エーサーです。僕、今持ってるエーサーとレノボですね。これ、結構使いやすくて、あんまりよく、リカバリ溶液とかそういうのしか入ってないです。あと余計なものは、レノボの G570 という僕は持っています。外観的に言うとね、こんな感じかな。こんな感じ。はい、こんな感じですね。で、なんでレノボにしたかと言いますとですね、ちょっと IBM ブランドが好きだったので、買っちゃいましたという状態でございます。まあ、ちょっとねこれ重いんですけど、まあそこそこまあいいのかなっていうね、結果でございます。はい、でね、今 Windows 8じゃないですか、今もう特にもう。なのでね、まあ Acer と Lenovo はおすすめですということをね、僕は言いたかったんですけども、ちょっとね、ちゃんという音がしちゃうんだよね。ちょっとご了承お願いします。よいしょ。あ、来た。はい。僕がおすすめ、ね、今見せたように、エーサーとレノボーは、いいと思います。でね、HP はね、僕、今度、買おうかなっていう。そうかな。はい、こういうのもねいいよね、結構ね、スリムで。はい、まあおそらく、まあもし買うんだったらレノボーとかエーサーとか
HP とかああいうやつね、買おうかなと思っています。前ね、富士通とか東芝使ってないな、僕は使ってたんですよ。東芝じゃなくて NEC のバリュースター、もう壊れちゃってるか捨てました。もうちょっとインストールあんまり、ね、エラー、ちょっと熱がこもったりね、いろいろちょっと問題があったので、薄いマシンはねちょっとやめた方がいい。ちょっと多少分厚めのやつの方がいいのかなっていうね、あります。はい、ということなんですけども、前ちょっとお待ちください。前ちょっと鼻がかゆいんでね、はい、前使ってたNEC、富士通、東芝は僕使ってないですね。もうヒンジが悪くなったり、なんかいろんなパラちゃんとかいろんなのなんかグツ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 入ってるので、東芝は僕は嫌だったので買いませんでした。で、なんでね、エーサーとか、まあ、レノボはちょっと安いんで、ちょっと買おうかな。まあ、もともとね、IBM とか好きだったんで、まあ、買ったんですけど、なんでね、エーサーとか海外品の方がいいかと言いますとですね、余計なものが入ってない。で、オフィスは、まあ、ちょこっと高くなるけど、入れてもらえ、入って欲しいっていうんであれば、ちょっと4万とか5万払うっていう方法もあるんですけども、買うっていう方法は。僕はね、きっと、日本のやつ、余計なもの入ってると思うんで、買わないですね。もうおそらく買わないです。もし買う、もうね、今 NEC とかね、ちょっとパソコンちょっともうそろそろ買い替えたいなっていうのであれば、まあ、Acer とか、まあ、中国嫌だったら嫌なんであれば、まあ、HP とか Dell とか、あと ASUS とかね、買うっていうのがいいと思います。日本の製品はちょっとね、余計なものが、まあ、これ、まあ、ご紹介及び、なんで日本のはちょっとどうなのかなって動画になっちゃうんですけど。なので、そういうこともあってね、どうかなという動画を語ってるんですけども、まあ、そういう感じですね。まあ、多分第2弾だやると思います。はい。まあ、僕もね、すごい余計なもの入ってなくていいですよ。エーサーとかレノボーとか。レノボーはね、ちょこちょこって余計なもの入ってんのかな。まあ、まあ、日本の NEC とかね、なんだっけな、NEC とか富士通とか東芝とか買ってくるとね、もう、初期設定で再起動お待ちくださいとかね、結構あるんですよ。ね。あるんですよ。でもね、安いパソコンで、そんな日本以外でもいいっていうんであれば、僕はね、もう、レーザーとかああいう、なんかよくわからない、よくわかんないっていうか、なんだろう、信頼はいいですよ。エーサー初めて今年買ったんですけども、いいですよ、使いやすいです。はい。で、ちょっとねスリム型になっちゃうんですけども、さっき500メハードディスクが500で、それメインサブかな、サブで使ってるんですけども、 Windows 7のホームプレミアム、32か62ビットどっちかだったんですけど、忘れちゃったんですけども、まあ、メインじゃないですけど、メインは Mac なんですけども、結構ね、ハードディスク500ギガ。で、メモリ4ギガだったかな。まあ、結構ね、それで29,800円ぐらいだったかな。約3万。安いよね、ほんとね。Amazon でちょっと買ったんですけども、すごいね、安い。はい。なので、まあ、おそらく今 Windows 8はもうね、
って回ってると思うんですけども、僕はなんで7を買ったかと言いますと、8はね、ちょっとタッチパネルでもうタブレットみたいなパソコンじゃないですね。なのでね、まあ、僕はまあ、去年と今年ね、7買い替えましたけども、いいです。はい。もし買うんであれば、7でも何でもいいんですけども、日本以外のパソコンを買った方がいいと思います。はい。まあね、散々ね、日本のパソコンで結構苦労させられたんで、なんでかと言いますとですね、もう、箱で、例えば、もうペリペリから開けて、やるじゃないですか。買ってきましたっていうね、やるじゃないですか。そうすると、もう入れた瞬間からもう時間かかるんですよ、日本の。はい、初期設定とかいろいろね、パソコン移行ツールとか、初めて簡単設定とかね、いろいろなんかパラちゃんとかいろいろ、メーカーの独特なやつが入ってるんですよ。それね、僕はいらないです。はい。ただのゴミ。ゴミって言い方もね、ちょっとね、これ、悪い言い方になっちゃうのかな。でもね、まあそういうことであって、もし買うんであれば、エイサーとかレノボーとか、HP とか、ASUS とか、ああいう感じで、買った方がいいと思います。まあね、なんかあれば、コメントください。ではね、この辺で失礼します。あともう一つ言わせてください。忘れました。チャンネル登録と、コメントよろしくお願いします。ではね、失礼します。